焼き鳥、それは山火事から偶然生まれたと言われる。最も古く最もシンプルな鳥の調理法。肉を切り串に刺し焼く。誰もが簡単に真似できるはずなのだが、この男のそれは違うと誰もが言う。鳥式大将池川義照、その焼きは芸術とまで称され、名うての料理人さえも感嘆せずにはいられない。焼き鳥ってあんまり行かないんだけど、なんか他のジャンルで初めて嫉妬したというか、全部ね、そこで焼かれてる。それはすごい。それがちゃんとしたクオリティを常に。いっぱい食べれるんだよね。そういっぱい食べる。まだ食べたいみたいな。普段知ってる庶民的な料理の焼き鳥と池川さんが焼く焼き鳥っていうのはもうまるで違うものなので、タレで甘辛くしょっぱく食べるお酒のあてじゃなくて、一つの料理として完成されたお肉っていうか、やっぱ焼き鳥 その洗練された焼き鳥ってすごいなって思いました。誰もが知っている料理を感動の域まで高めるのはそうたやすいことではないが、この男はいとも簡単にやってのける。噂を聞きつけこの男もやってきた。いやー、すみません、毎回失礼します。でこちらチーモ、いわゆるレバーでございます。最高の火入れですね、これ。こちら手羽先ですね、はい、ちょっとお熱いですけど、そのままテレビにしちゃってくださいませ。もうこれはね、熱いんだけど、もう熱っ。はい、じゃあこちら今度砂肝でございます。砂、こんな立派な砂肝、はい、うわ、もうこの音、塩梅が完璧です。池川義照、彼の焼き鳥は何がどう違うのか。100年後の未来を見据えた時、どんな一本を残すのか。パレド Z、 美味しさの未来。なぜ我々がパレド Z を立ち上げたのか。それはこの番組が美味しさの未来を考えるミツカンの提供だからに他ならない。鳥式大将池川義照、27歳で脱サラ、焼き鳥の道へ。当時交際していた妻と誕生日に訪れた東京中目黒の名店鳥吉に感銘を受け弟子入り。7年弱修行の後、2007年、34歳で独立。屋号の鳥式は焼き鳥で四季を感じてほしい、訪れてくれる人たちの四季を高揚させたいとの願いから。その後わずか3年でミシュランガイドの星を獲得。大衆食だった焼き鳥は世界に誇る日本料理の一つとなった。今まさに取り組んでいるのは焼き鳥業界全体をどう発展させるか。志を共にする店主たちと焼き鳥達人の会を結成。掲げたテーマは焼き鳥を世界へ。フェスを開催するなど精力的に活動を繰り広げている。
まあ、一人でなかなかこう伝えようとしてもうまくいかなかったり、その中でもう各店舗その垣根を越えて、まあ、みんなでこうタッグを組みながら、やっぱ焼き鳥のこう素晴らしさとか焼き鳥のこの文化を、まあ、伝えていきたいという思いで6年前に始めて、まあ、海外のお客さんもそうなんですけど、その外に行くとやっぱバーベキューで終わっちゃってるものを、やっぱその和製語じゃないですか、その焼き鳥というその思いとかをやはりこう伝えていきたいというのをずっとやってました。もちろん個人としても着々と世界進出計画を進めている。狙いを定めたその場所はニューヨーク、マンハッタン。世界の中心で本物の焼き鳥を提供する、また一つどでかい夢を叶えようとしていた。今までその日本の焼き鳥っていうのが少し間違った形でこうこれが焼き鳥っていうのが結構あったりとかしてたんで、僕らはその正しい焼き鳥っていうんですかね、先人の方がやはり考え抜いたその焼き鳥っていうそのスタイルを、僕はこうニューヨークの方にぜひこの日本の食文化の一つである焼き鳥をぜひ召し上がっていただきたいっていうふうに思って、今回ニューヨークでチャレンジしようっていうふうに思っております。口先だけでなく結果を出し続けてきた。その生き様は超一流の職人をも魅了する。同世代の本当に僕にとってはスーパースターだなんですよね。今でも、まあ、今でもスーパースターだと思ってます。真剣なこう眼差しと熱い語りと、例えばお客さん、あとは業界、まあ、従業員の子たち、本当に自分のことよりも人のこと考えてるんだなって思わされるところに惹かれるんじゃないかと思います。鳥を焼かせたらおそらく東大一、池川義輝がその手の内を明かしてくれるという。これからご覧いただくのは、彼が命を削り積み上げた経験に基づく不滅の教科書である。まずは鳥、好んで使うのは福島の伊達鳥。池川が考える焼き鳥に適した鳥とは。やはりこの艶と皮の張り方ですね。走ってないともうここまでしっかり張ってないんですよね。何も動いてないともう足も細くなったり艶もなかったりするんですけど、この伊達鳥は非常に走り回ってるので足もねしっかりしてますし、肉汁とか旨味もすごくしっかり乗ってきてるんで、そういう鳥を選んで仕入れてます。丸の状態から部位ごとにさばいていく。僕今切ってるイメージだけど、イメージ的にはこう剥がしてる鳥をこうパーツを剥がしてるってイメージで、肉にはあまり傷つけないように、人間の体温でどん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 肉が悪くなっていくので、素早く正確に骨と繊維質のところを見つけてバラしてるっていうのがなんか正確な言い方かもしれないです。肉には極力触れず骨との間に包丁を入れ剥がす。剥がしながらその肉の個性と状態を見極める。健康な鳥って餌をやっぱ食べようって自分からするんですね。で、一方ゲージにあるものはもうここのところに餌があるんでここで食べるんですけど、まあ、この伊達鳥はお腹空いたら自分でくちばしでこういうふうに運動するんですね。なので首にすごく脂が乗ってるんですよ。ここ剥がしたところにすごく脂が、良質な脂が乗ってるんで、食べていただくとそのパリッという食感と中のこの旨味がすごく感じられるので、そこでなんとなく健康状態とかどういうふうに変われてきたかっていうのが、いわゆる中の内臓と動きの身で、あとは皮で僕は判断してます。見よ、この美しさ、彼のさばきが理にかなっている何よりの証拠。捨てる部位は一つとしてない、余すことなく使い切る。柄も大抵締めのスープに、そして串打ち、部位ごとに30本前後打つのだが、これとて
単純な作業ではない。野菜とかそういうものは大体こっち丸串で、一方お肉とかしっかりしたものは角串、今うちではこの2種類で使い分けながらあの串刺しをしております。こういったちょっとデリケートなあの素材にはこの丸串という串で刺してます。肉はね逆にあのしっかりやっぱそのどん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 縮んでくるんで、こう縮んだ時に中心がこうどんどん出てくるんですね。それをあの避けるために今度逆にこの角串っていう串で刺しております。営業開始の1時間半前、焼き台を整え炭に火を入れる。炭は最高級で知られる紀州備長炭。他の炭に比べてあの日持ちが非常に長いと、まあ、火をつけてから日持ちが長いっていうことと、あと火力が非常に強い、この2点に集約されます。やっぱ炭なくしてあの僕があの思い描いている焼き鳥は多分焼けないっていうふうに考えてます。でその理想を叶えるのがやはり備長炭で、その中でも やはりその日持ちのいい火力の強い紀州の備長炭が僕はいろんな炭を試した中で非常に合ってるのかなというふうに思っております。種火となる炭にガスで火を入れ焼き台へ、その上に前日使った残りを敷き詰める。炭も一辺たりと無駄にはしない。さらに新しい備長炭を置き火を起こす。20分後焼き台の炭を割り詰め込むように並べ替えていく。この作業を経て池川の焼き鳥は特別なものになる。あの火力をあの極力あの強火であのしていきたいというのがありまして、短時間にこう肉汁を逃げないように旨味を閉じ込めるような形でやるために、その隙間を全く作らずに詰めて、組むことによってその火力を維持することができるので、今そういう形の、あの炭を今組んでます。午後6時営業開始。ここから6時間焼き場につきっきり。修行先から受け継いだ50年もののタレをはじめ、チー油、だし醤油、オリーブオイルなど魔法の壺を駆使しながら強火の近火で焼き上げる。これが池川義照の手の内。そして我々は池川に一通の手紙を送った。池川義照殿、未来に残すべき作品を提出されたし、パレード Z 館長。池川義照、焼き鳥を知り尽くした男は何を焼く。未来に残すべき一皿を作る。その前に池川には今一度訪れておきたい場所があった。そこは池川の焼き鳥に欠かせない紀州備長炭の里、和歌山県日高川町。昨今紀州備長炭は存亡の危機にあるという。やはりどんどんやっぱ炭がどん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 この時代どんどんどんやっぱ炭があの作る人がまず少なくなっているっていうのもあって、なかなかやっぱ今炭が手に入らない、まあ、これも一つ僕らのその焼き鳥業界の一つの問題であるのかなっていうふうに思っておるんですけど、今や貴重品となった紀州備長炭、その生産現場を見せたかった。おはようございます。よろしくお願いします。訪れたこの日、炭小屋では仕上げの釜出しが行われていた。職人歴およそ40年の田中隆さん、そして炭焼き職人を志し和歌山に移住した小松隆弘さん、日高岳人さん、彼らは現状をどう受け止めているのか。
住みってな、まあ、やっぱ周りからは言われましたよ、移住するってなった時に、そんなんでご飯食べれんのって言われましたけど、やっぱ400年間ずっとトップブランドナンバーワンっていうものって、じゃあ国内で何があるって言われた時に何もないんですよね。400年間ですよ。そうですよね。ってなった時に、あ、すごいポテンシャルやなと思ったんですよ。そうですね。なんかそれをやる前にそう思ったっていうのが多分すごいと思うんですよね。もともと株取引っていうかそういう仕事を、ね、やっていた方がその炭というそのポイントで、あ、これそういうぐらいあるっていうふうに魅了されたっていうのは、なかなか生きていく中で出会っていくものの中でここまでポテンシャルがあって、これ一生食えるっていうものって出会わないですよね。いや、本当に日高さん本当責任重大ですよね。そうですね、マジで、あの、うん、本当いい加減なことはできない、できないですよ本当に。もう高校と輝く生まれたての紀州備長炭、ただ焼けばいいというものではないというのは、池川の焼き鳥と同じ最高級と称されるのには理由がある。炭焼き職人の仕事はまず原木の調達から始まる。炭に適した樫の生える山は急斜面、そこでの伐採と搬出こそが最も骨の折れる作業。こっちも偉いし、これすごいですね。でもすごいやろ、本当は上で切ってたい。一本一本成長度合いを確認した上で伐採していく。山を守るのも職人の使命。炭焼き小屋へと運び形を整える。そこには先人の知恵が生きていた。でこれで切り込みを入れて、そう、これ曲がってるままだったら釜にいくらも入らないじゃないですか。整理整頓したら一つのバッグにも荷物がいっぱい入りますよね。それと同じで、これはこうまっすぐにして整理して、高さもだいたい均一にしないと。整えた原木は釜に隙間なく並べ入れる。その量、トラック5台分、およそ450キロ。焼き上げると傘は10分の1になる。木材を焼けば炭になるわけではない。火を入れてからは様々な工程を経て炭化させ、ようやく釜出しへたどり着く。焼き締められた炭は仕上がりを見極め、少しずつかき出していく。炭の良し悪しはここで大きく変わるという。なんかこの火を見て、実際僕が使っている炭をこう見ると、なんかちょっと不思議な、なんとも言い難い感覚ですね。あの、僕らもう箱に入ってもう出来上がったものを、当然それが当然のものとして見てるんで、商品として見てるんで、その過程ですよね本当に。こうして出来上がった炭の最高峰、紀州備長炭。そこには多くの手間暇、そして先人たちの知恵と工夫が詰まっていた。ちょっと想像を超えた感じでした、今回来まして。要は日本のこの伝統文化のその炭を、まあ、使った、その炭で僕らやっぱ焼き鳥を焼いてるっていうのは、改めてその思いとか意味っていうものを今回ちょっとすごく感じさせられました。皆さんのその思いとか文化ってものを背負って、それを形にするのが僕のなんか今仕事なのかなと、あのふうに思ったので、なんかそういうものを形にして未来に残していきたいなってふうに感じました。焼き鳥を芸術の域まで高めた男、池川義照。その未来に残すべき一皿とは。それでは
未来に残すべき作品お願いできますか。あ、はい、承知しました。あのこれからじゃあ焼かせていただきますね。よろしくお願いします。はい、うん、これは今あのご用意しておりますのはいわゆるかしわ、いわゆる鶏のもも肉でございます。精肉って言ったりとか。そうですね、東京では精肉で言ったり、あの僕の塩先の親方がまあ九州出身だったんで、はい、まあ、精肉って言わずにかしわっていうのを僕もそれを今引き継いであのそういう名で呼んでおります。優しいですね、タレを切る時のこの仕草が。あ、この今仰いでるとこからタレのいい香りがまた漂ってきて、うわ、はあ、これが焼き鳥の道に足を踏み入れおよそ20年、池川義照がたどり着いたのは紀州備長炭で焼いた柏だった。うわ、膨らんでますね。だな、やっぱり焼き鳥はこれなんだな。柏なんですね、この歯触りのこのシャキシャキ感。そうですね、これやはり炭ならではで、あの旨味っていうか火入れ、熱にこうあの素材の中に熱を込めながら水分旨味を閉じ込めるという、柏が一番分かりやすいかなというふうに思っています。うん、皮目あり、この肉の部分もあり、で中の歯触り、これは残さないとダメですよ。あ、はい、この焼き鳥、この柏の焼き鳥、そしてこの火入れ炭火の、はい、これは絶対残すべきですよね。あ、恐れ入ります。なぜこれを未来に残そうと思ったんですか。そうですね、いろんな部位がある中で、三井さんおっしゃったようにもも肉というのが一番あのいろんな皮面もありますし、肉質もあったりとかですね、一番その凝縮されている部位の一つかなというふうに思っております。それとこの僕が一番今回テーマにしたいのは、今これ炭ってどん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 ですね、あの取れなくなってきてまして、そうそうそう、職人の方も少なくなってきてるんですね。50年後100年後ってもしかしたら炭がなくなっていくんじゃないかという懸念だったり心配をしておりまして、もしかしたら将来ガスや電気でしかあの焼き鳥を焼けない時代がもしかしたら来るのかなというふうに思ってまして、その香りだったりとか、あと焼き上がりにそのいわゆる旨味をこう逃さない、僕たちが考えてその今日本で残すべきその焼き鳥っていうのはどうしても炭が必要不可欠になるので、それをぜひね知っていただいて、ずっとこう備長炭炭で焼けるこう焼き鳥文化を僕は将来に残していきたいなというふうに思っております。いや、ゲガさんの未来に残すべき作品確かにいただきました。ありがとうございます。よろしくお願いいたします。数日後、池川のもとにある分厚い一冊の本が届く。池川義照作、紀州備長炭で焼く柏はパレド Z のパーマネントコレクションに認定されました。僕は焼き鳥は永遠のものだと思っております。もう奈良時代からその焼き鳥を食べる文化が残っていて、江戸時代にはその調理法というものが確立されて、で400年後今ここに残っていると。デジタル社会の中にこんな原始的でアナログなこんな調理法もない、それがこれだけやっぱ支持されているというのはすごい、焼き鳥ってすごいなと思うんで、多分100年後200年後炭がある限りずっと多分永遠に支持される残されていく僕は食べ物だと思っております。なぜ我々はおよそ30分を費やし美味しさの未来を真摯に考えたのか。それはこの番組が
同じ志を持つミツカンの提供だったからに他ならない。